1ページに収まらないよ。どれどれ、見せて。おお、迫力があるね、ジニー。うん、力強い。見るのはそこなの？二人とも真面目に相談に乗ってよ。チカッチ、1ページにこだわることなんてないわ。気持ちのまま何ページでも書けばいいのよ。ダメですよマリさん、それでは冊子の厚さが辞書のようになってしまうではありませんか。辞書並みの冊子だなんて、読み応えがありそうでマルは嬉しいずら。だけどこれってライブに来てくれた人たちに配る冊子だよね。そんな分厚いんじゃ持ち帰るのが大変かも。そうだね。だけどチカの気持ちもわかるよ。一人一ページじゃ私も全然足りない。じゃあ一人三ページくらいならどうかしら。それならヨハネは完璧なものが作れるわ。リトルデーモンたちにはメッセージとともに打天使の写しを見せるの。でしたら、私は初めて沼津に来た方へ向けて隠れた名所やおすすめのお店を紹介することにします。せっかくいらしてくださるのです。ライブの後も沼津を満喫していただきたいですから。ダイヤさん、名案ずれ。それならマルは沼津の歴史のこともちょっと説明したいな。沼津の魅力を伝える冊子にもなっていいかも。ルビンもそういうの書きたい。私も書きたいけど、3ページ使っても私の気持ちを書ききれるかわかんないよ。私とヨウちゃんでまとめるの手伝うから、頑張ろう、チカちゃん。お、あ、やばい、みんなもう配信の時間だよ。本当だ、ミューズの生配信始まっちゃってるよ。っていうことがあったのよ。まあニコッチやしね。うんうん、ニコちゃんなら仕方がないにゃ。何のこと？ニコ、わかんない。このプロ根性はいつ見ても感動すら覚えますね。本当に何の話ニコ？ニコはいつもこうでしょ？ね？話しなきゃね、ほのかちゃん。そう、そうなの。みんなアクアの PV 見たでしょ？あれすっごいよね。もう何度見ても胸がドキドキしちゃう。うんうん、それにね、寝る前に見るとすっごくいい夢が見られるの。まだ見ていない人はスクールアイドルエキシビションアクアで検索してみて。彼女たちの素晴らしいパフォーマンスにきっと夢中になるはずよ。うん、それにみんな知ってる？今度アクアのみんな沼津で大きなライブをやるんだって。はい、すでにスクールアイドルファンの間ではSNS を中心にこの話題で持ちきりですよね。もう今から楽しみすぎるよ。リンもワクワクだにゃ。私もぜひ見に行きたいわ。ひえー、ミューズがアクアの話を。エリーチカが？いいえ、エリさんが？
エリーチカ、エリゾン、エリーチカ。お姉ちゃん落ち着いて。ミューズが生配信で私たちのことに触れてくれるなんて、私たちのライブに来てくれる人がますます増えそうね。ますます気合が入るわ。まあ当然よね。なんてったってアクアの注目度はすごいんだから。なんかすごいことになってきたね。ライブの依頼が来た時からびっくりしっぱなしね。くーい、ますます気合が入っちゃった。サッシ、やっぱり辞書くらい厚くしちゃってもいいんじゃないかな。それと練習時間ももっと増やそうよ。え？この間だいぶへばってたじゃない。大丈夫、やればできる。だってミューズがこんな風に言ってくれてるんだよ。西学のみんなだって来てくれるんだし、アクアのすごいところ見せたいもん。みんなの期待以上のライブにしよう。朝だよ、起きて。おはよう、やっと起きたね。もう寝坊さんなんだから。ほら急いで着替えないと遅刻しちゃうよ。お手伝いしようか。はい、万歳して。遠慮しないでよかったのに。手伝いたかったのにな。ううん、なんでもないの。あ、来た来た、遅いですよ先輩たち。おはよう、待たせちゃってごめんね。もう全然来ないから、かすみん先に行っちゃうかと思いました。かすみちゃんが遅れちゃうくらいなら私たちのことは置いていってくれていいからね。それは嫌です。次も待ってます。かすみんにとってはこの朝の時間も大事なんですから。それはそうと、最近の先輩はちょっとお寝坊多いですね。どうしたんですか？もしかして体調悪いとか？かすみ、お世話しに行きましょうか？うん、もしそうだったら私がお世話してあげるから大丈夫だよ。お隣さんだもんね。お隣さん強い。でもカスミンだって。なんでもないです先輩。でも体調が悪いんじゃなければ、お寝坊はどういう理由なんですか？え、それってもしかしてカスミンのことですか？嬉しいです。やっとかすみんの思いが通じたんですね。おー、分かってましたけど、もうちょっと夢を見ていたかったです。いろいろ考えちゃうってどういうことか聞いてもいい？私もあなたのこと心配だから。カスミンたちの将来？
当然です。カスミンの将来はキラッキラに輝いてますから。そしてそんなキラッキラなカスミンの隣にはずーっと先輩がいるんですよ。日本一可愛いカスミンと先輩はずーっと一緒なんです。私だってずっと一緒だもん。あなたとお隣同士なのはずっとずっと変わらないし。ううん、将来はルームシェアとかしちゃったりして。もともとお隣さんだからルームシェアしてもうまくいくと思うんだ。そう思わない？歩先輩ずるいです。みんな今日はありがとね。そこまで信頼されると照れちゃいますな。だけど今日は試食だからな。美味しくない可能性もある。それはないと思う。リナちゃんボードキリリ。そうだよね。カナタさんが作ってくれるものっていつもすっごく美味しい。無人島合宿の時びっくりしたもん。あんなに手際よく美味しいもの作れるなんてすごいと思うよ。あー、みんないい子。なでなでしちゃう。カナタさんのお料理楽しみ。リナちゃんボードワクワク。カナタちゃん頑張っちゃう。ちょっと待っててね。はい、お待たせ。唐揚げとネギ塩チキンとチキンスープのチキン尽くしだぜ。は、デリシャス。すっごく美味しいよカナタ。僕これ全部好きだ。お肉とっても柔らかい。リナちゃんボードふわふわ。ほっぺが落ちちゃいそうです。ですが私たち30分も待ってないですよね。こんな短時間に3品も？調理法が違うから同時にできちゃうんだよ。唐揚げは揚げ焼き、ネギ塩チキンはレンジでチン、スープは煮るだけだもん。でも味付けとかやることはいろいろありますよね。まあね。でもお肉の下味は全部一緒だからそこは時短できるんだよ。塩麹を使って昨日から仕込んでたんだけど、これはお肉も柔らかくしてくれるし便利便利。ライフデザイン学科って僕には想像もつかないことをしてるんだね。言ってることはわかりますが私にはとても真似できません。簡単にやっちゃうカナタさんすごい。えへん、冷めないうちに食べて食べて。お粗末様でした。気に入ってもらえてよかった。これでカナタちゃんの課題も提出できるよ。どういう課題だったの？忙しい時に便利な時短レシピ作りだよ。なるほど。塩麹で下味をつけた鶏肉をストックしておけば何種類にも使えて便利ということですね。そういうこと。忙しいとつい得意なものばかり作っちゃうけど、何通りも使える下準備ができてればはるかちゃんにいろんなものを食べてもらえるのです。
いつもこんな美味しい料理が食べられるはるかは幸せだね。かなたちゃん、みやちゃんのためにもお料理作っちゃうよ。何が食べたい？ハンバーガー。じゃあ次は美味しいハンバーガーのレシピ作りをしようかな。かなたさんってやっぱり調理師系のお仕事を目指してるんですか？それは全然考えてないな。お料理は好きだからずっと続けていきたいけど、どちらかといえばお店で作るよりも料理研究家とかの方が興味あるかも。料理研究家？そう、美味しいご飯を食べると幸せな気持ちになるでしょ。その美味しいご飯だって簡単に作れた方がいいよね。そういうレシピを考えてみんなに教えてあげられるなんていいな。かなたちゃんもお料理やり始めの頃は動画サイトとか見て助けられたからさ。今度はかなたちゃんもレシピを発表する側になりたいななんて。ねえかなた、僕でも作れるくらい簡単なレシピってある？私も知りたい。私も何か作ってみたいです。もちろん。それじゃあ今から作ってみる？いや、よーし、じゃあみんな手を洗って。はい、ついに明日です。待ちに待ったライブです。朝一で行こうよ。いいわね、アクアをびっくりさせちゃいましょう。激励に、おばあちゃんのぬか漬け持ってくんだ。じゃあランジはお肉。腐るものとか匂うものを電車で持っていくのは難しいかも。まったくみんなはしゃぎすぎだよ。ほんと子供だよね。すっごく楽しみにしてたんだもん。それじゃあ明日は東京駅に集合でいいですかね。何時にします？そうですね。おお、みんな揃ってる？アクアのライブ、虹学のマイクロバスで行くからよろしくね。姉さん、しおり子、前話したでしょ。私が運転するから貸し出し許可お願い。姉さんはいつも急すぎます。ごめんごめん。でも問題ないでしょ、車は余ってるんだし。問題ないとは思いますが、きちんと手順は踏まなければ。一応確認させてください。うん、よろしく。マイクロバスって、カオルコ先生が運転するの？うぅ、すごいすごい。へへ、免許取ったんだ。夜にこっちを出発してドライブだよ。みんなで夜のドライブですか？みんなでワイワイして真夜中のサービスエリアでラーメンとか食べていくんだよ。楽しそうだと思わない？修学旅行の夜みたいな感じじゃん。超楽しそう。かすみんは夜はちゃんと寝てお肌の調子を整えますけどね。そんなの寂しいわ。何十かわいいかすみと一晩中おしゃべりしたいのに。そこまで言うのなら仕方ないですね。まったくランジュ先輩はカスミ大好きなんだから。はあ、
子犬ちゃんってほんと扱いやすいね。子犬じゃない。でも楽しそうだね。一晩中みんなと一緒だなんて合宿みたい。合宿中は疲れて夜にはぐっすりですから、みんなで起きていられる一晩というのは楽しみです。たまにはいいわね、そういうのも。かりんちゃんが睡眠時間を気にしないなんて珍しいね。そのくらいかりんちゃんも楽しみってことだよね。そうよ、私だって非日常の続々感は大好きだもの。もちろん先生に任せなさい。深夜もお店がやってるサービスエリア発見。どこどこ。そしてサービスエリアのお楽しみグルメサイトも発見。リナコ仕事が早い。キャッ、ランジュ、日本のサービスエリアって初めてよ。楽しみ尽くしたいわ。へえ、なんだか遠足みたいで楽しそうだね。バッチリだよ。みんなに見てもらうの楽しみだな。私たちあの PV とファンサイトの企画を通して何か殻を破れた気がするんだ。見たくて掴みたくて仕方なかったものに出会えそうなの。成長した私たちを今度のライブではみんなに見てほしいんだ。だから楽しみにしてて。寮のみんなを乗せてから来るって言ってたよね。私たち外に出てくるのちょっと早かったかな。そっか、それにしてもこんな時間からお出かけだなんて不思議な感じ。うん、ライブを見る前から楽しみがいっぱい。少しは寝ないと明日のライブ中眠くなっちゃうよ。じゃあ私が膝枕してあげようか。だってほらエマさんはカナタさんによくしてあげてるでしょ。だからよく眠れるのかなって。あの車じゃない。任せなさい。ほら乗った乗った。まずかすみ拾いに行くよ。はい。二人ともこんばんは。さっきまで部活で会ってたから変な感じね。二人とももう眠いなんてことないよね。夜はこれからよ。しずく、遅くなってごめん。いえ、わざわざ鎌倉まで迎えに来てくださってありがとうございます。こっちを回ると遠回りですよね。私が東京まで出ていれば。ダメダメ、うちの可愛い生徒を夜遅く出歩かせられないよ。夜のドライブを楽しむつもりで行こう。そうだよ、しずくん。もうみんな盛り上がってるんだから。今ゲームをしているんです。勝ったチームがおやつをゲットできるんですよ。
しずくちゃん、私たちのチームに入って。負けそうなの。ダメですよ、しずくはこっち、一人足りないんですから。ほら乗った乗った。はい。何のゲームをしてるんですか？二次格クイズよ。これが結構難しいの。え？二次格のことなのにですか？だってクイズ出してるのしおりこちゃんなんだもん。いい機会なので、皆さんがどれだけ校則を覚えているかクイズ形式で試しているんです。校則、かすみん全然覚えてなくて。しずこならわかるでしょ。わかるかな。リナ、僕全然わかんない。安心してミアちゃん、私もわかんない。うわー、勝てる気がしない。別のクイズにしようよ。どうしたの、アイちゃん。アイさんとしたことが、今の今まで気づかなかったよ。高速道路で高速クイズ。しおって言ってば狙ってたでしょ。狙ってません。え、そんなに面白い？日本ではそうなの？面白いかどうかは人によると思うんだけど。この子、笑いのレベルが赤ちゃんなの。うわぁ。そういうところも可愛いよね。Really?歩ってばマジで言ってんの？歩が可愛いって言うならそうなのかしら。いやいやいや、ランジュしっかりしなよ。なんかこの先不安なんだけど。サービスエリアに到着。ずっと座りっぱなしで疲れたでしょ。少し長めに休憩しよっか。それじゃあ1時間後に出発しようかな。サービスエリア内を歩くときは各自十分に気をつけること。いいね。はーい。こんな時間に私たちだけで出歩くことなんてないもんね。二人は冒険気分みたいね。そんな感じです。ねえねえ、ここってリナが言ってたサービスエリアで間違いないわよね。ランジュ、狙ってるものがあるのよ。見に行きましょう。狙ってるものとは？それは行ってからのお楽しみよ。行くわよ。待ってください、ランジュ。ああ、行っちゃった。まったくランジュは子供なんだから。僕たちはゆっくり回ろうね、リナ。うん、気になってるものはスマホで調査済み。ねえねえ、エビの入ったたこ焼きみたいなのってどこだっけ？へえ、おいしそう。それから探しに行こうよ。僕も気になる。それは、こっち、行こう。お土産売り場を見に行きませんか？私、木刀が欲しいんです。木刀？
そんなのここにありますかね。はい、ずっと欲しいと思っていたのですが、この機会に買いたくて。お土産の大定番ですよね。京都ならありそうですが。ああ、そういえば中学の時修学旅行で見たかも。京都ではここにはありませんかね。ああ、でもほら、探さなきゃわかんないですし、見に行きましょうよ。かすみも何か可愛いもの探しに行きたいですし、ね。かすみさん、はい、行きましょう。くんくん、なんかいい香り。これ何かな。あ、メロンパンかも。名物らしいよ。見に行こう。うん。とりあえず歩こっか。木刀はありませんでしたが、美味しいものが見つかりました。メロンパン、とってもボーノ。肉巻きおにぎり、薄切り肉なのにやるじゃない。エビが入ったエビエビ焼きもめっちゃ美味しい。ほらカリン、一口食べてみなよ。これも一口。肉巻きおにぎりを食べないなんて損よ、ハリン。ほら。私はいいわ。この時間は食べないようにしてるから。カリン先輩とも美味しいもの分かち合いたいです。カリンさん、今から24時間は、チートデイということにするのはどうでしょうか。チートデイ？それって、あの？ええ、食べたいものを我慢しなくていい日のことです。ああ、ファンサイト企画でビューティーについて調べた時に出てきたよね。食事制限は辛く厳しいもの。ただたまにはその制限を。制限をなくす日のことよね。知ってるわ。じゃあそういうことにしましょうか。じゃあカリン、あーん、あーん、おいしい。甘いタレとお肉とご飯、たまらないわね。アイさんのも食べてよ。ほら、あーん。メロンパンもだよ。あーんして、カリンちゃん。もうみんなであーんさせないで、恥ずかしいわ。あんなカリンさん珍しいね。あなたもあーんして。さっき買ったおでん食べさせてあげる。ふなな、のカスミンが負けるなんて。気の毒すぎてジョーカーを引いてあげたくなります。じゃあ引いてよ。それはダメ、勝負だから。もうやめやめ、ババ抜きはおしまい。別のことしましょう。それじゃあ次何する。じゃあさ、テーマトークは。いいアプリがあるんだよね。ほら、ここをタップするとテーマがシャッフルされて表示されるんですね。面白そうです。やってやって。
お題。今までで一番感動したことは？そんなの決まってるわ。みんなのライブを初めて見た時よ。スクールアイドルフェスティバル。ナンジュ、あの時思ったの。虹学のみんなと一緒にスクールアイドルをやりたいって。ひひひ、なんか照れちゃうな。僕はいじけてた時にリナが探しに来てくれたことだな。本当はすごく嬉しかった。ミアちゃん、やっぱ今のなし。なんか夜ってダメだ。恥ずかしい話になっちゃうよ。あら、もっと聞かせてちょうだい。ミアの恥ずかしい話。変なこと言わないで、カリン。ほらほら、次のお題出してよ。じゃあ次ね。お題、今までで一番大変だったことは？そりゃあもう同好会廃部の危機しかありませんよ。先輩と歩む先輩が来てくれるまで大変だったんだから。かすみちゃんが頑張って部室を守ってくれたんだもんね。かすみちゃん、一人にしちゃってごめんね。でも今先輩はちゃんとお手紙置いてってくれたのに、かすみが読んでなかったんですよね。やっぱり今のなしです。じゃあ次、今までで一番楽しかったことは？たくさんあるけど、PV 作りかな。虹学のみんなと協力できたっていうのがすごく楽しかったな。私もです。演劇部のみんなも PV に取り組む中で刺激を受けたって言ってくれて、次の公演への気合も入りました。そうですね、学園全体に活気がみなぎっています。あなたはどう？あなたの思い出には私たちが詰まってるんだね。それってすごく嬉しいな。おい、君たち、そろそろ寝ないと明日辛いぞ。無理よ、まだ眠くないわ。ねえみんな。あら、ミアちゃんとリナちゃん、夢の中です。かすみちゃん、しずくちゃん、しおりこちゃんもね。私たちも寝た方が良さそうですね。だね。テーマトーク面白いから明日もやりたいね。そうね、みんなの本音が見えるのは面白いわ。私、カリンちゃんの本音も聞きたいな。私も興味あります。歩の本音も聞かせてちょうだいね。あの子のこととかね。カリンさん冗談よ。ほらほら、おしゃべりはおしまいだよ。毛布積んであるからそれかけて寝てね。おやすみ。君、眠れないの？興奮しすぎて目が冴えちゃったって感じでもなさそうだね。
一体何を悩んでるの？先生に話してみなよ。みんな寝てるしさ。だって先生だもの、わかるよ。カオルコ先生に相談してみなさい。自分のやりたいことが見つからなくて悩んでる、か。青春だね。茶化してないって。私には十分、君もやりたいことを見つけてるように見えるけどな。だって毎日楽しいんでしょ？そんな違うような気はしないけどな。そっか。私は別に本能の赴くまま好き勝手生きてるだけだよ。けど、そうだね。じゃあさ、私がスクールアイドルフェスティバルを立ち上げた時の話、してあげよっか。あの頃は、スクールアイドルっていう存在をほとんど誰も知らなかったんじゃないかな。私もそうだった。でも、ある日出会っちゃったんだよね。その時のことはすごくよく覚えてる。君だってそうでしょ？初めてスクールアイドルのきらめきに触れた日、忘れられないよね。私は小さな公園の野外ステージ。そこでものすごく楽しそうに歌ってる子がいたんだ。ステージを見てる人は本当にまばら。見てるっていうか、休憩するために座って、ついでに見てるって人の方が多いくらい。だけどその子はずっと一生懸命なの。パフォーマンスに集中しているように見えて、座ってる人の顔もしっかり見てる。目の前にいる全員に向かって語りかけ、歌って、踊って、その姿に私はもう心を奪われちゃった。気がついたらステージの近くまで行って見入ってた。それが私とスクールアイドルとの出会い。宝物みたいな記憶。もちろん、ステージが終わって歩いてたとこに突撃したよ。思わずその子に、今の何？アイドルなの？って聞いちゃった。で、教えてもらったんだ。彼女がやってるのはスクールアイドルだって。それからその子と仲良くなって、スクールアイドルについていろいろ教えてもらった。聞けば聞くほど、どんどん興味が湧いてきちゃってさ。それから他のスクールアイドルたちを紹介してもらったよ。で、そこからは毎週いろんなところに行って、いろんなスクールアイドルを見たんだ。行動力なら君は私以上じゃないかな。一度は亡くなったスクールアイドルフェスティバルを再開させたのは君でしょ？あ、おっと、話を戻そっか。それでね、スクールアイドルのみんなってすっごく生き生きしてるでしょ？私、みんなとならなんか楽しいことができそうって思ったんだ。彼女たちと一緒なら今までにない何か新しいことができるはずって。だから彼女たちを集めて話し合ったんだ。何ができるか、何をしたいか。そういうことになるね。最初は大変だったよ。私もみんなも何から手をつけていいか全然わかんないんだもん。失敗ばかりでさ。けど、めちゃめちゃ楽しかった。あと、そろそろ次のサービスエリアだ。寄るね。時間的にもちょうどいいから、ここで私たちも仮眠を取ろう。アクアのライブ、私も万全の状態で参戦したいからね。
到着っと。寝る前にちょっと外の空気に当たろっか。ココアでも飲まない？リラックスできるよ。この早朝の空気最高。頭がすっきりする。どういたしまして。はい、あったかいココア。甘くてあったかいものは心まで溶かしてくれるのよ。うん、おいしい。久々に飲んだら。昔はしおり子にもよく作ってあげたっけ。うん、小さい頃はよくねだられたのよね。今は全然そんなことなくなって、お姉ちゃん寂しいわ。私の知らないところで大人になっちゃってさ。ま、親はいずとも子は育つってことよね。何？焦る？どういうこと？おお、君の悩みの本質はそういうことか。いや、こっちの話。焦りか。まあ、なかったといえば嘘だよね。カオル子さんでもなんですよ。今だって君から見たら私なんて好き勝手生きてて余裕ありそうに見えてるかもしれないけど、焦ることはたくさんあるよ。スクールアイドルやってる子ってさ、みんなキラキラしてるんだよね。そんでまっすぐに夢を語ってくれちゃうの。まあそれを見て焦らないわけないじゃない。私もいろいろ考えないとダメなんじゃないかって思った。で、考えるわけじゃん。自分なりにさ。けどダメなんだな。やっぱわかんないのよ。自分が人生かけてやりたいこと、将来の夢、なんて。そういうのをさ、これだって見つけられる人なんてめったにいないと思うよ。みんな迷って悩んで不安になって、私は今でもまだまだ迷い続けてる。ただね、君よりも少しだけ長く迷っている人生の先輩として助言できるとしたら、目の前にあるやりたいことを全力でやる。結局それが一番だと思うんだ。そう、今はそれでいいんじゃない？で、それを続けていくことで、なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかな。私は今も、これがやりたいって明確な夢は見つかってないけど。でも、誰かにとってのハッピーにつながってくれるような面白いことをたくさんしたいってことだけは確か。そういうことを続けていったら、いつか自分が、人生かけてやり遂げたいって思えるようなことも見つかるんじゃないかなって、そう思ってるんだ。きっとね。だから今は悩みすぎなくてもいいんじゃない？ゆっくりと見つけていけばいい。君だけの何かはきっと見つかるよ。人ってのは一人ではなかなか輝けないものだけど、君の周りはいろんな輝きで満ちてるから、君もいつか絶対に輝ける。おっと、長話しちゃったね。そろそろ仮眠しよっか。悩むのはまた明日だよ。はぁ、気持ちよかったわね。はい、こんなに朝早くからやっている温泉があるなんていいですね。かなたちゃんもお目々パッチリ。
シャッキリさんだよ。眠そうだね。よく眠れなかった？やっぱり私が膝枕してあげればよかったね。膝枕？先輩、カスミンのお膝もありますからね。ちゃんと洗濯肢に入れてくださいね。私のお膝もあるよ。エマちゃんのお膝はカナタちゃんの安眠保証付きだよ。ほらほら、何騒いでるの。さっぱりしたことだし、ご飯を食べに行こうか。朝食は一日の活力だよ。はーい。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。これからたくさん体力を使うんです。食べ過ぎくらいでちょうどいいです。どうして旅先のご飯ってこんなに美味しいんですかね。やはり旅の高揚感であったり、いつもと違う環境が最高のスパイスになるのでしょうね。みんなと一緒に食べるご飯は最高に美味しいわ。そうだね。ねえねえ、ここがアクアのホームグラウンドなんでしょ。ちょっと歩いてみたいわ。僕もアクアを育てた場所には興味あるね。そっか、二人とも沼津に来るの初めてなんだね。そうよ、案内してほしいわ。ライブまで時間もあることだし、お散歩しましょう。確かに街全体がアクアのライブを楽しみにしているんでしょうか。今回のライブは PV を見て届いた全国の声を受けて沼津の皆さんが立ち上がり実現したものという話ですから、きっとそうですね。カスミンだっていずれ東京からライブの依頼が来るようになるもん。ここで張り合っちゃうんだ。かすみちゃんらしくて安心感すらある。あ、虹学のみんなだにゃ。りんちゃん、ミューズのみんなも。あ、おはよう。こんなところで会えるなんて。もしかして同じ電車だったのかな。かなたちゃんたち、今回はカオルコ先生の運転する車で来たんだよ。夜通し走ってきたんだから。へえ、それは楽しそうやね。修学旅行みたいやん。はい、夜のサービスエリアの非日常感は最高です。わあ、いいないいな。何か美味しいものあった？ご当地限定パンとか。まったく、ほのかってば。ちょっとは落ち着きなさいよ。ニコちゃんがそれを言う？私は落ち着きあるでしょ。ま、そういうことにしてあげるわ。ちょっと、なんなのよ。まあまあ、二人とも旅先に来てまで喧嘩しないの。別に喧嘩じゃないわよ。まったく、騒がないの。虹学のみんなが困っているじゃない。朝から騒がしくてすみません。ちょうどいいわ、会場まで一緒に行きましょうよ。ライブ前のアクアに会いに行くつもりでこの時間に来たんでしょ。ええ、激励に行きましょう。人でいっぱい。
開演までまだ時間あるのに、もうこんなに？へえ、やるじゃん。これは期待できそうね。